ロックマンセブン宿命の対決9回目。今回はちょっと番外編といいますか、前回ですね、8体のボス全てを倒し終えてワイリーステージが出現したはいいものの、どこかのステージに救出することができるはずのビートが救出できていないというですね、ビート未習得状態なんですね。なので今回はそんなビート救出作戦行ってこようと思います。まずはちょっとビッグエディにお買い物。まあおそらく一番怪しいのはシェードマンステージなんですよね。シェードマンステージの分岐エリアで行けてない場所があったんで、おそらくそこじゃないかと。逆に言えばそこじゃなかったらもう全くヒントがないぞと手がかりがないぞというところなんだけど、とりあえず欲しいアイテムなんですけども、これ買っとこうと思ったんだ。エグジットアイテム使うとステージから脱出できる。ボスを倒さないと機能しないだす。だからもう全ステージで使えるってことだすよね。これ買おう。幸いネジはめちゃくちゃ溜まってるから、これ便利だわ。うん、いい感もね。今多分3個ぐらいあるし、ビート救出、どこかに捕まっているビートを助けないと。買っても意味がない。いや、ワイリーステージに入っちゃうともう戻れないと思うから、シェードマンだな。再度シェードマンステージ行ってみよう。あ、この演出好き。月明かりに照らされて、わ、いきなり、しかし本当にな、やり直しが来てしまったか。この辺のゾンビ、この辺関係ないよね、さすがに。でもここ掘れワンワンとかをちょくちょく使っていった方がいいかなとは思う。例えばあのネジがあるあの上の場所とかなんかもちょっと怪しい気がするっちゃするんだよね。ほらこの上とかでどう、ラッシュサーチ。ほらビートが埋まってるってことはないよね、さすがに。それはそれは救出云々というよりは、あくびしてやがるこの名剣、打剣が。あ、ちょっと前回取ったスラッシュ武器使ってみたいな。あ、ここ動くやつだ。どいつだっけ、お前か、お前か、かっこいい。切り裂き攻撃、あ、ただ範囲が狭いって感じね。あ、でもね、強い、強いというかビジュアルがめっちゃいい。いいね、釣ってるけど、例えばなんかこういう鎧のところで特定のボスアイテムを使うことで、サンダーとか、ね、でもなんか違うよ、奥にある感じだもんな。違うか、さすがに関係ないか。ちょっとステージ目を凝らしながら行かないと、どこで見逃してるか。この辺もさ、奥のコウモリの目が光ったりしてるじゃない。なんか怪しいっちゃ怪しいんだよね。バーニングで火を焚くとみんなコウモリが逃げてくとか、そういうことじゃない。そんなないか。関係ないか。この鳥が意外と強いんだよな。ちょ、あ、で、ちょっと待って。こういうさ、あんまないか。壁すり抜けがどっかにあるならありそうっちゃありそうなんだよね。ちょ。ありそうっちゃありそう。あー、でもこの辺もちょっと怪しいな。全部怪しく思えてきた。ここし、ガーン来るでしょ。ここ下、あー、いや、いけないか。ここはさすがに何もないか。ない、何もない。上に道があるわけでもない。
ないか、ないか。ないよなー。で、この後、かぼちゃの中ボスだよね。こいつが、ああ、もう。こいつ結構強いんだよな。地味に、地味に嫌。ちょっと聞く。アイテムを探したいところ。うう、どんどんどん。ほっほっ。もうどんどんどん。当たりずれー。あ、倒した。で、ここに穴が開くでしょ、うん、ちょっと待って、これで、いや、ないか。いけない？ちょっと待って、なんか隠し通路ありそうっちゃありそうだよな。来い！あー、ダメか。え？戻る？いや、戻れない。全然わかんない。でもこの後さ、あ、この後スーパー缶が取れた。スーパー缶で呼び方合ってんの？ S 缶か、S 缶。S 缶が取れた。あー、やりづらいな、こいつ。スラッシュで切り裂いてやる。あ、いいね。いや、でもこの辺、あ、このグリーンマンがいた場所で、ラッシュサーチ。どう？これはまあ、あ、でも向こうに向かって吠えてるってことは、吠えてんだよな。じゃあやっぱここだよ。この辺に何かしら、ここがハイパー怪しいのよ、この小部屋。ここで一応 S 缶がね、これが取れたんだけど、 SP 缶、SP 缶が取れるだけにこんな部屋作るっていう。明らかにだってボス用の部屋だもんね、ここ。あ、出ちゃった。あ、やべ、あ、やべ、やべ、出ちゃった。いや、もう入れない。ラッシュ置いてっちゃった。あれ？やっちゃった。やっちゃった。捜索せずに出ちゃった。この辺でも使っとこう。あ、でもクン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 。あ、待って、ここで左側に吠えてる。さっきのエリアでは右側に吠えてたぞ。ってことはよ、ってことはなんだけど、ってことはこの辺でここ掘れワンワンか。これ合ってるかもしんない。あ、違う違う、もう一個上に上がってここ掘れワンワン。どうしよう、吠えるだけだったら。関係ないじゃん。あ、このギリギリ、あ、いやいや、ちょちょちょ、かもしんない。この壁際ギリギリだ。よし、壁際ギリギリでラッシュさん、え、こんなところで、いや、下に落ちてんな、これ。吠えてんのはなんか意味ありそう。ああ、掘ってる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 。ん？え、なんか出た？いやー、違う気がする。あー、大回復ありがたい。ちょっと入れなくなっちゃったの。いやー、やっちったな、これは。この辺はなぁ。あ、こういう特定の雑魚的にボスアイテム、あ、あ、こ、あ、違うか。こっちもいけない。ちょっと一応ラッシュコイルも試してみます。ジャンプで、棒すり抜け。棒すり抜けないか。ないなぁ。
あー、ここも怪しいな。もう全部怪しく思えてきちゃった。でもこれね、この上でラッシュサーチって俺やった気がすんな。なんか、お、なんか掘っとる。ネジかー。下でもやっておこうか。こういうなんか小さな小部屋的なエリアをね、極力サーチしていきたい。頼むよ。入れ歯誰の入れ歯なんだよ。ワイリーじゃないのワイリーの入れ歯。あ、でここはバーニングよね。あ、回復ワンアップ。ここバーニングで下に行ける感じでもないよな。バーニングがね、結構使い勝手が難しいというか、いけないよね。下か、下死んじゃうだけだよね。これ勇気試されてる？あれ？あ、でもボス？あれ？ちょっと待って、どこで分岐だった？あった？分岐。違う、あ、違う、この後、あれか、ゾンビエリアか。そうだそうだ、思い出した。ってことはよ、あ、関係ないか。自動で進んじゃうのか。ここ、落ちる？落ちる？え、無理だろ、落ちるは関係ないだろ、さすがに。ここは、ジャンク。安心安全のジャンク。いや、もうほんとロックマン7ジャンク最強説あるからね、これ。この辺から左右にどっか行ける場所が、あんのかもしんない。おう。いやー、どうなんだ、どうなんだ、これは。これで左！落ちるだけだよね。ただラッシュコイルで向こうにジャンプとかありそう。むしろあれあれ、あ、ダメだ、コイル。え、スーパーロックマンで、あれだ、ダメだ。ここでは使えるけど、いや、でも何の目印もないからな。さすがに違うよな。ここでひよっちゃうけど。あ、でもここまで来ちゃってんのか。この上から、絶対上から分岐だと思うんだよ。ってことは、またしてもどっか分岐を見逃してるってことだよね。どこ？全然わかんねえ。全然わかんねえ。いや、やっぱあの小部屋か。あの小部屋なんか穴開いたりすんじゃないのかな。壁にスラッシュとか使ってみる。もう最後まで来ちゃったよ、これ。で、もう一回やり直そう。ちょっともう一回。もう一回シェードマン。小部屋だなぁ。あそこ以外、心当たりがほんとない。この辺は関係ないよな。いや、もうサクッといっちゃいますね。よし、でここが動くんで、ここが動く。よし。あー、もうめんどくさいな、こいつ。硬い。パワーロックマンとかにしてった方がいいかな。その方が早いか。
うん、どうなんだろう。うわもうああ危ねえ、ちょっと待って、普通にやばいやばい、焦りすぎて死んじゃうのは一番あ、ちょ焦りすぎて死ぬ、焦りすぎて死ぬ、やべやべ、この後カボチャもいるんだよ、結構食らっちったやばいな、倒せっかなあ、場所が悪い、場所が悪いって死んだ、めんどくせえ。あーでもここからか、ここからの名前いいや、待って、なんかスラッシュ、あ、いいんじゃない？めっちゃ入ってるよ。スラッシュ、コイル。お、いいね。あ、ちょ、ダメだ。全然ダメだ。もうでもあと一撃ぐらいでしょ。よし、これで穴開く、このあとよな。ここよ、よし、出ないように気をつけよう、絶対なんかある、ここで壁を切り裂く。スラッシュ、スラッシュ。でもさ、パッと見本当に何にもないんだよね。ラッシュサーチ。また向こうに向かって吠えるかな。あ。なんか掘ってる。空き缶。ラッシュ、ちょっとねヒントがなさすぎるよこれ。あ、回復はありがたいけど、バーニングで燃やし尽くしてくれる。違うな。ジャンク、あのカボチャみたいに下に穴が開くとか。あー、出ちゃったもうめんどくせえめんどくせえよ。ちょっと、あー、サンダーとか試してみたかった。でもなんか分かりやすく壁が違うとかでもないんだよな。やっちったよ、ごめんなさい。もう一回やり直す。やってしまいましたね。はい、エグジットで出ます。もう何回目だよ。シェードマン。これで怖いのが、シェードマンステージ関係なかった時だよね。ここじゃねえよってなった時、それこそもうノーヒントだぜ。他のところは全部分岐は行ったはずなんだけど、あーでもあのボヨヨンパラダイスはちょっと下の方とか行けてなかったなって今にしてちょっと思うところはあるんだよね。あのなんかすごい広い場所で、広いエリアでボヨンボヨンってなるところ、あんま関係ないような気もしているんだけど、よしでもこの捜索する感じ嫌いではないんだよな。この感じなんかむしろ好きかも。こういうやり込み要素ができたっていうのはね、ロックマンの一つの進化だとは思うな。うわっちゃ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 
危ない危ない。ここ本当厄介だな、食らうな。あー危ねえ危ねえ。でここでカボチャでしょ。もうなんかカボチャになんか効くのねえか。めんどくさいなこいつ。3だ。効いてんのかこれ。あ効いてんな。ああめっちゃ効いてんじゃない。ほらよいしょよいしょ。ノイズ聞いてない気がする聞いてない気がする。スラッシュ。あー潰された強いんだよこいつ強いんだよ。でも意外とこの状態でも食らってる？食らってるは食らってんのか。なんか目が黄色くなんだよな。お、黄色くなって入ってるよねこれ。なるほどね、目の部分。あ、にゃん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 。ひ、ふう、ふう、ふう。うわあダメだ。あな、ないじゃん、もうないじゃん、スラスないじゃん。スラス、スラス。フリーズ。あぶれ、あぶれ、あぶれ。くらって、くら。焦りの気持ちがさ、焦りの気持ちがさ、めんどくせえこれ。あいつほんと何が効くの？地道にバスターでやるしかない。サンダー入ってたような気がするんだけどな。よいしょ。いやでも中ボスで一番強い気がするんだよ、あの本当にあのカボチャ。スラッシュにいた恐竜なんかよりよっぽど強いよ。いや恐竜も強かったんだけどさ。ほっ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 。あそれかパワーロックマン。あパワーロックマンでいこうかな。はいこれでいこう。でもチャージ2発か。鳥はあ強い強い。でも一発食らっちゃうんだよな絶対。おいいね。おいいね大回復。あとはここ食らわないように。うおうおうわ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 ちょ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 こいつら倒して回復、回復でねえかな。あーうーん。あ、あーそっか、スライディングできないのか。ちょちょ。3だ。トントントン。よし。よし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 。ドンドンドン。よしほら。逆にこのボスアイテム使うと難しい気がすんなこいつは。倒した。おおびっくりした。え出たなんで。あちょなんでだか分かんないけど右方向に穴開いた。ボスアイテムで倒したからか。ボスアイテムで倒すと、え、違うかな？でもそれ以外に変化なかった気がするんだけど。ボスアイテムで倒すと、隠し通路来た。でも絶対ここだと思う。ビートいるよ、絶対。ちょっと待って、戻ろう。いない？いや、でも怪しいところはないな。それはでも、いや、でもボスアイテム。じゃあ逆に今までバスター使って下に穴開けて通ってたのが、ん？なんだこれ？夜間か。いらない、いらない。むしろ逆にレアだったのかな？おお、なんだこれ？ほらほら、なんか変な。
広い空間来たって。で、上上、あ、ワープ、普通にワープ、ん、取れないってことは、なんかぐるっと回ってくるってことか。あ、いけねえな。ということは、ということは、ここ上、おー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 おおおお、うわ、ちゃ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 、怖い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 。こっちか。ワープ欲しい。あー、こういうことか。なるほどね。オッケー。ほら。で、で、で、でよ。でよ。うわ、地獄になっとる上が。うわ、ちょっと。ちょちょちょ、こっちは行った。上か、うえ、何お前、初めて見たこんな敵。え、強強、え、ちょっと待って、強強、あー、びっくりした。フォルテの犬かと思った。あ、月が隠れると暗くなる。普通にバスターで行こう。ん、待って、怪しいよこの辺。あ、月が出てきた。待って、こいつ、こいつ危ねえ。うわー、2杯2体出てきた。ちょ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 、スラッシュ。うおー、あっちゃっちょっちゃっちょっちゃっちょ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 ちょっちょっちょ、死んだ死んだ、嘘だろー、あいつ強すぎね。でも、あれだけ強い中ボス的なやつがいっぱいいるってことはよ、やっぱそれだけ怪しさ満点ですよね。よいしょよいしょ。うわっ、あ、右が、あ、右側で倒すってことかな。お、あ、これ当てやすいかも。待てよ、右側で倒すってことだったら、ちょっと待つか。あれ、立ってんのか。お、お、当たってんのかな、これ。当たってん、当たってんのか。ない、なくなってる。スラッシュ。うわ、あら、あら、あら、よっしゃよし、行った。あれ？あれ？あれ？下に穴開いた。あれ？さっき何で倒したっけ？特定のボスアイテムじゃないとダメなのかな？下行っちゃった。あれ？あー、それか。ちょ、あ、ちょっと一回出ますね。ん？なんだ？わからん。確信めいたことがわからん。運？ただの運要素だったらそんな、それは困るよ。お、行っちゃおう、行っちゃおう。よいしょ、よいしょ。倒し方パターンか。倒し方パターン。おお？なんかね、ぼんやりね、ぼやーっと自分の中で分かっているような、分かっていないようなっていう感覚なんですよね。正直、もっと、もっといろいろパターンを試してみないと。なんだろう、何なんだろうな。俺は今何をしているんだろう。わからなくなってきたよ。よし。うわ、危ねえ。行っちゃおう、行っちゃおう。サンダーか。やっぱサンダーだな。
あのね、たまにね、目が黄色く光るんすよ。それじゃないかなって思ってるんだけど、この状態か。これ違うんだよな。目が黄色く光った時が、あ、これ。これじゃねえのか。この状態で倒せってことじゃないのか。今の違うか。今のは違うんだ。ってことは、閉じている時に一発入れて、こういうこと？ぽいぞ、ぽいぞ。見えてきたぞ。かぼちゃ攻略法見えてきたぞ。あ、あ、あ、どう？あれ？あー、やった！やった！ほら、そういうことだ！いやー、これ攻略本なしに発見したの偉くない？かぼちゃの目が黄色い時に倒す。そういうことやったんや。偉い、よく発見した。つっても、何十分かかってんだっていう気もするんだけど。あれ、いけない。あー、ちょっといけない。あれ欲しいんだよね。よし。で、この後はそうだな。いや、普通にここはバスターでいいか。あお！ワンアップがあるから、あれは取っていこう。次の狼ステージがすげえ強敵だから。スーパーロックマン。お！オッケー！狼に聞くのもなんか、なんだろうなって感じ。それがもうサクサク先進んじゃうかだよね。めちゃくちゃだって HP 高かったよね。次だ、次、ちょっと待って、さすがになんか。狼には炎か。バーニング。うわ、やば、いいや、行っちゃおう。待って、でも、行きながらもなんか、道中なんかねえかっていう。え、なんもない。なんもない。あれ？あ、でもここ怪しいよ。ここラッシュサーチでしょ。ちょっと変な場所にやっちゃったけど。あ、空中掘ってる、空中。いやー、効かん。狼エリア、狼を倒さずに来ちゃったけどいいのかな、あれ。え、あれを倒した上で、うわ、何これ、ワイリーの絵が飾られてる。気持ち悪い。ここでラッシュサーチじゃないの。これはありそうだぞ。ワイリーの下、これあるな、多分。なんか出そう。あ、ほらほら、吠えてる。おいいんじゃない、こんなの。おお、何これ、なんだこれ、あ、なんだこれ、なんだ今の。 EB だ。わかんないわかんない。なんだ EB ってなんだ。ラッシュ関係ねえな。でも、あ、ラッシュじゃない、ビート関係ない。このワイリーを燃やす。違うか。いや、でもそれぐらいだよな。ん？でも EB、あ、この辺も。あ、でももうここで多分下に落ちたら分岐入るよね。戻るってところですよね。まあ回復か。回復。あー、戻ってきた。 EB ってなんだ。あー、もうボスか。あれ、ビートは、ん、ちょっと待って、 EB？ あ、EB を持った状態で、EB が、あ、EB と？違うか。絶対違うな。そういうことじゃないよね。ビートを作る元になるコアみたいな。違うよね。そういうストーリーじゃねえんだよ。
何なんだっすか EB。 ダメだよね。ダメだ、ダメだっす。シェードマンじゃないの？マジかよ。いやでもあの小部屋は気になるっちゃ気になるんだけどな。それかさっき言ったボヨヨンパラダイスかな。なんかそんな気がしてきた。もう本当に全部ふわふわしちゃってる、ふわふわしちゃってるけど、ボヨヨンパラダイスちょっと一回行ってみよう。ああでもここ好き、ここ面白いんだよ。BGM も好きだな、この明るい感じ。ほっ、ほんと全方位バネの、待って、ここはパワーロックマン使わないと危ないな。お、あぶ、あ、死んだ。今死んでたね。お、大回復ありがてー。よし。あ、向こう怪しいぞ。でもあの辺でラッシュサーチとかね、使った気もすんだよね。届く？届かない！届かなかった。いやでも俺が怪しいと踏んでるのはここではなくて、この後なんですよね。あ、ワンアップある。欲しい欲しい。あー、ここ難しいんだ。あ、よし、うまいうまい。やったー、大回復。ほほほ、さっきみたいにワイリーの肖像画があってその下にみたいな分かりやすいのだったらいいんだけど、こういうバネのおもちゃ好きだったな。あ、ワープか、ワープ落としてくれた、ありがたい。あ、おお、危ねえ危ねえ。今んとこ何もないよね。 C っていうならこの辺、ああの上が、ここが、ここでラッシュサーチはちょっと怪しいぞというところぐらいだよね。お、なんか出す人形さんでした。もう人形さん、ロールちゃんに持って帰ってあげようかな。あーでもここも怪しいな。ちょ、ここほら、だってここだけ星に色ついてる。ここだ、ここでしょ。あ、間違えた、ラッシュジェットだった。ここでラッシュサーチはある、これあるわ。あ、ほら、吠えてる吠えてる。吠えた後に掘るとで、え、何これ、すげえすげえ、全回復かな今の。でっけえやつ見つけた。でっけえやつは見つけたけど、そういうことじゃないんだよな。そう、ビートが埋まってねえかっての思ってんだけど。ビート埋まってないな。で、ここ、ここ。ここを、上ルート行ったんだけど、下！下に、あ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 ？これなんだっけ？あ、なんだ。爆発するだけ？あー、ば、あー、ボヨヨンが飛び出てくるだけか。こっちはね、来てないよね。おう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 。怖え、怖え、怖え。うわあ、ちょっとやりづらいな、パワーロックマン。いや、普通のでいこう。この辺のなんか、分岐がありそうっちゃ、ありそうなんだけど、
なっちゃちょちょちょ、あ、やばい、ボヨヨンが、もうあいつ鬱陶しい。いやでも、あら、うえ、鬱陶しい。ちょっとこいつを、貴様、貴様許さん。難しいな、ここ。ん？あー、だからこっちから、ボヨーンが出るから、あ、トン、トン、トン、あれ？あ、乗ると向きが変わんのか。すげえ今更だけど。ボヨーン、ボヨーン、ボヨン、うわ、でもこれさ、そうだよね、はしごがあって普通に登ってきたルートなんだよね。シェイクされちゃう、ロックマンがシェイクされちゃう。向こうは違うんだよな、違うよね。え、違うよ。あ、で死にそう、やばい、死にそう、死んだ。いやでもちょっと待って、まだもうちょいこの辺は探索しがいがあるかもしんない。うーん、上はね、いい感があったんだっけ、なんだっけ。でもね、上じゃないとか、いやもうめんどくせえ、ここめんどくせえ、もう上じゃないと思うんだよな。あ、ちょっと待って、これスーパーにしとくと使いづらいから、こうしてこっちね、こっちにいい感があっただけだと思うのよね。ここじゃなかったっけ、トン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 。あ、でもいい感はもらおう。おい、おお、ボヨーン、上に、ああ、で、向こうはワンアップか。ワンアップがあるだけだよな。おそらくそうだよな。ああ、そうだよな。ワンアップだよな。この先ってなんかあったっけ？よいしょ。ここはもう普通に行っちゃおう。ここ怖いわ。ボヨンボヨンで上に行って、あー、わわ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 、よいしょ。いやー、ここ大変よ。あれ、もうボス？あれ、ボヨヨンじゃない、ボヨヨン関係なし。あ、またここ欲しい、あれだけど。いやー、違うか、違うよな。でもビートが囚われてるんだっけ？ビートが囚われてるっていう書き方してたっけ？なんかほんと地面に埋まってるとかそういうことじゃないと思うんだよ。ちゃんとああいう大きい小部屋みたいな専用の部屋があって、なんかってことだと思うんだよね。ターボか？俺ターボはね、探索しきったつもりだったんだけど、いや、てかターボステージは待って、単純にここ難しいんだよな。あ、これでだからさっきのカボチャみたいに特定の倒し方で
倒すバーみたいな。いやでもここに関しては別に何も、こいつがはしごになるとかないよな。あ、倒しちゃった。あ、正面から倒した時のみここが登れるようになるとか。いや、そんな無理だろ。そんな無理だろ。よし。ああ、このタイヤねー。ボヨヨンタイヤは、いや、でもこれは、そういうギミックなだけだよね。トゲのところにすげえ危ねえぞっていう、戻されるぞっていう。実際危ないからここは、スーパーロックマン。あっくそまんまとやん。違うか、スーパーロックマンじゃないか、ジェットか。ジェット使うのが安心安全か。あ、待って、これさ、あ、関係ないか。待って、頑張って正面から倒してみよう、こいつを。サンダー。あ、ダメだ。ダメだ。当たってないよね、当たってないよね。フリーズ。うわー、怖い。あ、どうよ。真ん中で倒したけど。関係なさそうですね。そりゃ関係ないか。よいしょ。いやー、困ったねー。で、ここが怖いからジェットを使おうってことね。よし、安心安全。シャボン玉。あ、いいね、楽。ああ、そうだ、ここ忘れてた。そうだ、ここ落ちんだった。そうだ、めんどくさいことしちゃった。こいつが来るから、アンさんそっちに、右に穴開けたりしない？あ、でもここはちょっと探索しがいがあるかも。こいつを倒すと、そう、こっちが開くのよね。あえてこっち、あ、鎖が繋がってるここを、スラッシュでしょ。全然違うね。全然違うなあ。でもこの辺でラッシュサーチは、何も関係ないかな。お、マジ？ダブル缶、ウェポン缶か。ウェポン缶ゲット。あ、やっぱ使ってみるもんだね。ありがてえ。なるほどね。ん？あ、これノイズか。間違えた。シャボン玉を使いたかったんだ。あ、でもノイズもいいや。ノイズチャージの威力を、貴様で試してやる。お、強い。ノイズチャージ強い。自分にノイズを跳ね返すことで、チャージされるっていう、面白いこれ。あ、でもまあ、こいつに関してはシャボン玉だよな。よし。んで、ジェット、安心安全ジェット。あ、で、ここか。ここが落ちる。ちょ。落ちる。あー、危ねえ。ここにジェット呼べる？あ、でも大丈夫か。足場になってくれる。うわ、あぶねえなー。サンダー。この上、関係ないか。バーニングで燃やす。ダメだ、危ね。関係ないか、タイヤ。うわ、この信号が青の時に。いや違うよな。うわ、
向こうで。あれでもあんなのどうやって飛んだ。そっか、スーパーロックマンか。でもあの足場でラッシュサーチはちょっと使いたいな。だるま落としが終わって、おお、お、よし、やった、回復。で、ラッシュサーチ。お、あ、吠えてる、吠えてる。ってことはこれいいの見つかるぞ。お、何これ、なんだ今の。あ、 PU ゲット、やりました。わかんないわかんないけど、でもなんかどんどん強化されてる。いやでもなんかこうやってステージ回って強化していくと結構取り逃してるのがあんだな。 PU ってなんだ、で EB ってなんだわかんない、説明書欲しい、説明書。PU? でもこれ、これか？スーパーロックマン？スーパーロックマンのパワーアップアイテムとかかな？あ、気持ちちょっと早い気がする？距離が伸びたのかな？多分そうだよね、見た目的に、あんな！見た目的に、うん、距離が伸びてる、明らかに。そういうことだ。お、ってことはじゃあここでもラッシュサーチ、これはいいんじゃない。あ、これがだからさ、向こう向いてワンワン吠えてんのはどういうことなの。シェードの時の隠し部屋の時もそうだったんだけど、でもこの罰がある場所で使ったんだよね一回ラッシュサーチ。そしたらいい感だっけ？違う。なんかゲットできたんだよな。何これ？グローブ？グローブかな？謎。で、ここが中間か。うわ、ここさ、本当に。ここ普通に難しいんだって、普通に難しいんだってあ、やべえ、この後、あ、この後即死エリア、ここら辺がもう怪しいっちゃ怪しいんだけど、探索する余裕はない。あ、いや、あのイカ無理。いやでも、あ、これでこっち、 あの即死エリアで左行くとか。うわー、そんなんさ、それはそんなこと無理っすよ無理っすよ。うわ、ちゃサンダー、ほい、食らってんのかこれ。よしこっち行けない。ここなんだっけ？あ、もうボスか。でもこの辺のこの広いエリアでちょっとサーチを使ってみるとか。ターボあんま関係ないか。あ、ワンアップ。ワンアップはありがたい。あ、入っちゃった。スラッシュ？スラッシュかな。もう一回ターボマン。なんかね、きな臭い匂いはするんだよね。途中でラッシュが吠えてたでしょう。あそこがね、なんだろう、階段で炎を燃やすとか、雷で炎を落とすとか違う、はしごを、違うか、なんかギミックありそうなんだよな。
あー、しまった、これノイズか。つい間違えちゃう。こうでしょう。ここめんどくさいな、ジェットで。よいしょ。泡はで、ここが落ちるから気をつけて、飛び越えてのジェットで飛んでくる。これはもう、あジャンク、あジャンク強い。やっぱジャンク、困った時のジャン、あ困った時のジャンクだわ本当に。うわは、ここはもう関係ない。ここね。おお、はい、え、きたー、ブルース、ブルースか。ロックマン、ラッシュプレートを集めているか。ブルースに向かって吠えてたのか。おや、どうやら全てのプレートを集めたらしいな。だが決して油断するなよ。いや、油断してた。あわよ、ロックマン。お前とはまたどっかで出会うかもな。やっぱね、ブルース好きの嗅覚がここで働いたんだ、俺。俺、ターボマンまだなんかあると思ったもん。ラッシュが吠えてたから、ラッシュが吠えてたから、あると思ったんすよ、ここに。いやー、ブルース会えた。でも関係ねえ、ビート。ビートじゃないの？ビートじゃないの？いやー、なんか、魚の骨出てきた。でもブルースがただ助言くれるだけのキャラになってるのは、それはそれはちょっと悲しいところはあるけど、ブルース好きとしては会えたのがめちゃくちゃ嬉しい。2回目だね、出てきてくれたのね。じゃあこれだけだわ。多分もうターボマンは、用なしだと思う。ってことはもう残されたのはスラッシュでしょう。スラッシュのどっかにいるはずだよ、ビートが。あー死ぬ死ぬ死ぬ。あー、よかった、危ねえ、ギリギリ。ジェット、よいしょ。これで、おお、いいねいいね。あ、このまま一気に、うわー、よし。どっかに隠しがまたある。ラッシュに頼る、ラッシュサーチをちょいちょい使って頼るのは結構ほんと大事かもね。結構ヒントくれてるんだわ。ってことはやっぱあの隠し部屋、隠し部屋なんかあるって。あのシェードマンの隠し部屋、あそこもなんならブルースじゃねえのか。ちょっと見えてきた。いや、これはね、あの自分的にほんと褒めてやりたいのが、あ、危ねえ。攻略本に頼らずに発見できてるってのがね、偉いよ、エロいよ。あ、死にました。死にましたけど、こういうところは攻略本にいくら頼らなくても弱いもんは弱いんだよ。下手なもんは下手なんだけど、やってるうちに見えてくるっていう。よし。わかるとすごい気持ちいいね。で、この後ツバメ。あー、ダメだ。よし、今の気持ちいいよ。いやー、よく見つけた。まだもう褒め足りない。自分を褒め足りない。今年一番頑張った瞬間というか、今年一番自分を褒めてやりたい瞬間になった。あのブルース発見。危ねえ。ちょっと待って、ここは気をつけていこう。この後、乗り換えが、気をつけて。よし。あ、ここもなんならジャンクシールド貼っていくと強いよな。あーでもここはいい、あー、ここはそうだよな、何もなかったんだよな。いい感があるから、まあいい感はもらっていくけど、というかもう取れない、あ、取れないわ。いい感もう4つ全部埋まっちゃってんだ。この飛距離の伸びた
パワーロックマン。これいいよな。ここで強化されたのは本当に。あ、この後恐竜、恐竜があった。うわ、怖い怖い。こいつもね、やべやべやべ。これなん、あー、ジャンクか。でもそれこそジャンクだな。あ、ほら、ジャンク、ジャンクが強い。ジャンク最強。あー、この辺、あ、戻れない、戻れないわ。なんかあるぞ、この辺なんかあるぞ。ラッシュサーチ使おう。ラッシュサーチが実はただアイテムを拾うだけではなく、吠えた方向に何かがあるっていうヒントを示してくれるっていうのがここに来て分かりました。あー、バナナの皮いらないわ。この辺も吠えとこうか。うわわ、ちょ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 、あ、ちょ待って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 ね。ジャンク。ジャンクに頼りすぎかな。ここさ、見えないんだよ。蜂が危ないんだよな。お、掘ってる掘ってる。ん？寝やがった。あくびしやがった。サンダー。あ、これサンダーででも壊せない？いや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 、うわー、危ない危ない危ない。スラッシュ、あー、この蜂、蜂を、あ、もうこれボスか。こっち行くともうボスなんだよな。この辺になんか隠しがあって木で見えなくなってるみたいな、そういう可能性はありそうっちゃありそうなんだよね。バーニング、お、あ、これで蜂の巣を、タヘビも死んでるし木を燃やすことができる。これじゃねえか、このギミックは。なるほどね、こうやって自然破壊を。いや、でもこれあるかも本当に。木燃やした先に隠し通路ってありそうよ。あ、ちょ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 、あれないな。すっごい燃やしまくっとる。でもこれ、これか、攻略法は。これで蜂を倒すことができる。おお、あったあった、ここでしょ、はしご発見。ん、いたービートビートー、探したぞ。え、これどうすんの、あれ、これどうすんの、ん、あ、あ、倒した倒した、ビートビート、あ、これでいいのかな、去ってったけどいいのかな。あー、ビートビートゲットしてる。ビートってどうやって使うんだろう、ビート、あれ、ビートってどうやって使うんだろう。うーん、あー、でもやったやったよ、ビートゲット。じゃあもうここ用なしだわ。よかった。じゃあこの状態で買いに行けばいいのかな、ビートお助けアイテム見つけたな。いや、でも言われてみたら、言われてみたら、なるほど、確かに木で炎か、わかるっちゃわかるんだよな。でも絶妙に難しいところもそのバランスがすごい。ビート救出機能、あ、これ以上持てない。あ、なるほどね、あの4つ並んでたのはあれか、4回穴に落ちてもビートが救出してくれるって、そういう、そういうことか。いや、でもそれはでかいって。ここでビートをゲットしたのは相当でかいと思う。じゃ、ちょっと待って。シェードだな、シェード。シェードに行って、あの、小部屋の謎がついに解き明かせるかもしれない。ってことは、あれだな。途中で出てくるカボチャを、目が光ってる時倒す、あの、特殊なやり方ではなくて、いや、むしろあれが通常のやり方なのかもしれないんだけど、
今まで通り、今まで通りに下に穴を開ける感じで倒せばいいのか。いやー、ものすごいね。多分今、俺足とかくねってもダメージ入らないんだろうなっていうぐらいアドレナリンがアドレナリンがリングに上がった選手と同じですよ。ガー出ておりますね。今無敵状態よ俺。骨の1本や2本折れても関係ないですね。いやこれね、勘だけど多分ブルースだわ。あの部屋でしょ、あれブルースでしょ。危ねえ。よし、でよ、ドンドンドン。あーちょっとめんどくさいけどバスターで。あ、バスターか、それかスーパー、いやスーパーロックはスライディングできないか。ドンドンドン。うー強い。ドンドンドン。ほっ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 。ああダメだ、全部弾かれた。ドンドンドン。よし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 。あ、倒した。これ大丈夫だよね。開いてる状態で倒したから。あ、下に行く下に行く。でよ、でよ、でおそらくさっきターボマンステージでブルースに会ったってことが作用して、ここで、あ、ほら来た来た、ほら来たブルース。お、ついにここまで来たかロックマン。お前の力見せてもらうぞ。戦うの？お、ちょっとマジか。あ、死んだマジか戦うんだ、ブルース戦。まさかのブルース戦。え、ブルースって何が効くのかな。というかブルースのパターンがまずわからん。あ、でもなんならいい感じ4つ持ってるし、ここは万全の。ブルースと戦えるんだ、嬉しい。あれ、お前かそっか、これ連戦か、そういうことになるわけね。めんどくさ。ここはなんか、いや、バスターが地道か。待って、この後ブルースがいるって考えると、ここで無茶できないわ。ここをちょっと時間かけて冷静に。よし。よし、よし。めんどくさい。どんどん、早くブルースに会いたい。いや、ブルースって初登場3でしたっけ。もう初めて出てきた時からね、俺はブルースに一目惚れをしてるんですよ。それは言い過ぎかないや、でも本当に、あ、食らっちゃった食らっちゃったけど、3のエンディングがとにかく好きでさ、ピーポーピーで終わっていくあのエンディング演出が最高にたまらないんだよね。よし。ああ、うわ、やば、食らっちゃった。これブルースいい感案件だな。昔みたいにぴょんぴょん飛び跳ねるだけじゃないのねブルース昔のブルースひどかったな。よし、この後きたー。ついにここまで来たかロックマン、お前の力を見せてもらう。ブルースおめえ分かりづらい場所にいんなよ。お、これは避ける、避ける。あ、ぴょんぴょん、あ、ぴょんぴょん、昔リスペクトだ。うわ、やべ、撃ってきやがった。おお、何それ、ぴょんぴょんぴょん、3連発。うわ、3連発の後縦アタック、3、あー、なるほどね、3段階ジャンプ、あ、縦アタック。おお、やべ、チャージ、危ね、相手の体力は出てないから。うわー、ちょっといい感だな、ここいい感だな、いい感。よし、全回復。うわ、うわー、危ね、
うお、ブルースめっちゃ強くなってる。昔と大違いだ。うわ、やべ、食らわねえ。うわ、ここチャンス。あ、ぴょんぴょんぴょん。よし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 。ほっ、うわー難しい。チャージが来た。ぴょんぴょんぴょん。おおおおおおお、やった。あ、まだだった。やべ、ちょ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 、死ぬ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 て死ぬて死ぬて、やば、もう一回、あっしゃ、殺された。やべえ、もう一個いいかん、いいかん二つか。いや、もういいや、ここ使いまくろういいかん使いまくろう。幸いネジいっぱいあるから、でまたいいかんマックスにして買ってワイリーステージに挑むって感じかな。いやー、でも結構ダメージ与えたと思ったんだけどな。タフだったな。でもブルースが強いって嬉しいな。よいしょよいしょ。でこいつも強いんだよな。なんならこいつブルースより強いんじゃないかって気さえしてくるんだけど。どんどんしす。よいしょよいしょ。もうちょいだよね。もうちょい。よし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 。いった。よしよし、この後ここはロックチャージで、ロックチャージが効いてんのも、あ、また来た。かっこいい。お前の力を見せてもらう。で、まず連発が来るでしょ。小玉が来るでしょ。あ、いや、ジャンプから来た。ジャンプは3つ目を飛び越える。わー、縦アタック。あ、チャージ、やべやべ、トントントン。あー、3発目が食らっちゃうんだよな。あー、やべ、もういい感だ。あ、死んだ。強い強いブルース。何このブルース。強いブルースなんてブルースじゃない。さっきと言ってること違う。トントントン。これでもある意味そうだな、隠しボス的な存在だもんな、本当に。そっか。いや、でも正直本当に今までこのロックマン専務で一番強くのスラッシュマンかなって思ってたけど、スラッシュマンより強い気がする。もう当たりに行っちゃった、間違えた。最初の小玉はあれ、あれか、スライディングでもいいか。むしろスライディング推奨かな。うん、トントントン。あー、食らうな食らうな。ドンドンドン。もうやばいなって思ったらすぐいい感使っちゃおう。3つあるし、ほら、早く下に逃がしてくれ、早く合わせてくれ。うん、やっぱ俺フォルテよりブルース派だな。フォルテもね、かっこいいんだけどさ。でも今作は一応フォルテがメインというか、うん、そう。だから、あの、過去にロックマン4だっけ、ロックマン4とかの時にブルースステージとかがあったから、フォルテステージがあるのかなって思ってたんだけど、もういきなりワイリーステージなんだよな。さあ、口笛がいいね。さあ、頑張ります。お前の力を見せてもらうって、もうお前に3回ぐらい負けてるよ。あ、これす、いや、スライディング、いやーいやーいやー、避けづらい。もうダメだ。いいかん、いいかん案件、いいかん案件です。で、縦、トントントン、縦、え、また、チャージ。あ、なるほどね、ジャンプしたときに、バスター当てる。
とこれが防げるのね。あぶね、うわー食らうな、すえ。あ、チャージしてるときにこっちがチャージを打つというね、手もね。ここ、あー食らうか、やばい。これ2個目の、2個目のいい感か。あーこれ、あーよしよし、とっとっと、お、お、とっとっと、あーダメだ、クイーカンだ、くそめっちゃ強いよ。あー間違えた間違えた、めっちゃ強いやん。うーん、お、あ、何棒立ちになってんだ、気抜くなよ、おい気抜くな、何やってんだ、気抜くなよ、疲労、疲労、疲労が、よしよしよし、当たった、よいしょ、よしよし、いいね次よまだ、おー死ぬって、え、いいか、もう一個、マジまだ死なねえのかよお前。お、ロックマン、お前は俺の想像以上の実力を持っていた4回ぐらい死んだけど、いいか、2つ使ったけど、そんでいい感分けてくんねえか。こいつはこれから先の戦いに役に立つだろう。持っていけ。え？ブルースシールド。君の大事な盾じゃないか。まさか君は。いいんだ。持っていけ。それから、奴には気をつけろ。フォルテ。おーブルースの盾ゲット。ブルースシールドを手に入れた。何それ？なるほどね。あ、これ？あ、かっこいい。え、これって名前の通りシールドになるの？ブルースシールド。ちょっと撃ってきて。近い？近すぎる？あ、すげえ！ブルースシールドめっちゃいい！弾いてんじゃん。あれ、撃ってこい、撃ってこい。あ、倒しちゃった。はぁ、なるほどね。これは、あ、あれ？これは食らうの？あれ？これは食らうの？弾みたいのを弾くって感じかな？直接来るやつは、当たるか。直接来るやつは当たんのか。いやー、なるほど。でも、取るもん取ったんじゃねえかな、もう。いいか、いいか、二つも。うん、違う、三つも使っちゃったのか、結局合計で。使いすぎたな。さすがに使いすぎてしもうた。いやー、なるほどね。じゃあ、次回は、ビッグエディに行って、いい感補給して、ワイリーステージに挑みましょう。ネジもね、相当溜まったし、やった！なんとか、なんとかビートも救出できたし、ブルースバトルもあったし、あー、まさかのブルースだったなー。いや、ちょっとほんとグダグダ、ね、お送りしてしまって申し訳なかった。ほんと番外編ということで。一回飛ばしていい回だから。いや、でも、あのブルーズ発見の時の高揚感。いやー、嬉しかった。はい。じゃあね、次回はいよいよ本当に、ワイリーステージに挑もうと思います。ワイリーステージが、まあ、多分4面ぐらいまであって、それでラストボスラッシュがあって、最終、ワイリー、との最終決戦ってことだと思うんだよね。いやー、いよいよロックマンセブンも終盤戦ですよ。以上、今回はこの辺でご視聴いただきましてありがとうございました。